急速な円安が進んでいます。外国為替市場では円相場が一時一ドル百五十一円を突破し。去年十一月以来四か月ぶりの円安水準になりました。日銀は十九日の金融政策決定会合でマイナス金利の解除を決定しましたが。当面は追加の利上げを急がず、緩和的な金融環境が継続するとの見方が広がりました。 一方、アメリカでは根強いインフレ圧力から利下げ時期が後ずれするという観測が出ていますこうした状況を受けて日米の金利差が意識され円を売ってドルを買う動きが広がりました今週の FOMC= 連邦公開市場委員会の結果を受けアメリカの利下げ時期と回数の見通しがどうなるのか市場は注視しています